ペガサスはイギリス海軍の水蒸気母艦。ペガサスは通常の航空機及び水蒸気を搭載し、通常機は艦の前方に、水蒸気は後方に格納した。飛行艦艦は前方に位置した。ペガサスはその経歴において様々な機種を運用し、その中には、ビアードモア WB3、フェアリーカンパニア、ソッピースキャメル、フェアリー3、 ショート184などが含まれた。元は、クライドバンクのジョン・ブラウンカンパニーで、グレート・イースタン・レールウェイ社の郵便船、ストックホルムとして、完成、運用されていたが、1917年2月27日に、海軍に購入され回収を受け、1917年8月28日に、収益、軍務に就いた。収益ペガサスは、グランドフリートに加わる。 1919年にイギリスがロシア内戦に介入し、ペガサスはアルハンゲリスクを拠点として支援活動に従事した。1920年3月に地中海へ移動、その後1923年まで活動する。1923年に前方の飛行甲板が取り外され航空機母艦へ転換、9機の水蒸気を運ぶことができるようになった。 1925年に予備役となるが1929年に航空機輸送艦として最終益する。ペガサスは1931年8月22日にスクラップとして売却された。ありがとうございます。